あ、カメがおる。これ草亀やね。なんでこんなとこおる。草亀か。うわ、久しぶりに見ましたよ。やっぱり発見はありますね。これは草亀のメスですかね。オス、オス、どっちやろ。あのメスが、あの目がこう真っ黒なんですよ。で、これオスですね。あのメスとオスで見た目が全然違うんですよね。これはオスですね。メスの目はなんていうか、真っ黒なんですよ、目が。このオスはですね、目がこう、うん、なんか羊みたいな、ね、うん、イエローリングがあるんですね。この目のところにイエローリングが、これがね、この草亀、通称ゼニガメのオスの特徴なんですけど、これがこの見事なこのセクシーショットなんですけど、この正面からの。ただこいつ泥のとこから上がってきたんか。そうですね。かなり歴戦を繰り返したっていう、こう姿してますね。これが本当のこの男の姿っていうんですかね。違いますけど。これ夜のうちに移動してしまうつもりやったんやね、うん。これ道路に出て車に轢かれないようにしないとね。うん、お坊ちゃまくんですかね、この足、亀を足にしてるっていうのは。あったね、それ。誰やったっけ。貧坊ちゃまとかなんか。もう職人の領域に入ってるね。うるさい、うるさい。聞き慣れた声になってる。聞き慣れた声やね。うわ、でも色、やっぱカメラ越しとこう肉眼で見るとやっぱ色が違うね。結構こっちは割と濃い黒やけど、こっちは緑、おどろおどろしい色したね。すごいね。うん、ロットレース巨人状態にちょっとなってるね。休憩しとるやろね。鼓膜がピクピク動くよ、このイージースピーカーが。すごいな。これがアメリカ